獣だ。怪獣が出た。ザット出動。ザットは怪獣アリンドーを倒すために出動した。よし、スカイホエール攻撃しろ。恐ろしい怪獣だ。びくともしないぞ。危ない。スカイホエールが叩き落とされた。よし、太郎に変身だ。東光太郎は腕のバッジを取り上げた。行くぞ、アリンド。パンチ。キック。太郎の攻撃にもアリンドはびくともしない。太郎のカラータイマーが赤に変わった。太郎が危ない。太郎が倒れた。太郎が負けた。その時、空の彼方から光が差してきた。太郎。あ、あの声は。お前に太陽のエネルギーをあげます。もう一度戦うのです。あなたは強い子です。頑張りなさい。今度は負けない。よし、ストリウム光線だ。ストリウム光線。やった、太郎が勝ったぞ。お母さん、ありがとう。おかげで勝てました。ウルトラマン太郎はウルトラの星がピカリと光るのを見ました。太郎はお母さんのおかげで怪獣に勝てましたね。皆さんもお母さんの言うことをよく聞いて元気な良い子になってくださいね。良い子11月号も楽しみにしてね。それではさようなら。